九州の玄関口 JR 博多駅、その構内にある土産物店の店長稲田さんです。観光や出張、帰省などで訪れた駅利用者に対して、博多をはじめ九州のお土産や名産品を販売しています。例えばここに置いてる人太鼓だったら熊本の商品、あとはジャビエル、大分の一番有名な商品とか、九州各地の商品も少しずつ取り揃えております。例えば地方でお土産を買い忘れたって方もたまにいらっしゃるので、そういう方たちにも喜んでいただけるような商品を置いております。稲田さんが勤める会社の名は JR 九州リテール。巨大な JR 九州グループの中で小売部門を一手に担っている、いわば九州の小売業界を代表する一社です。駅構内や近隣を中心に扱っているブランドはファミリーマート、ユニクロ、シャトレーゼ、ハンズ、メイヒングラ、コスメ事業のウタウなど幅広い小売を展開しています。お客様の声を直接聞けるっていうのは一番強みだと、なんか地域に密着しているなっていう風な実感があります。いい会社だなと思いながら、今回の買うテレビ企業密着ドキュメントは JR 九州リテールの社内に潜入し、小売業の面白さと社員たちの働きがいに迫ります。JR 九州リテール株式会社は福岡市博多区に本社を構える JR 九州グループの流通・小売部門を担う会社です。小売事業としてファミリーマート、ハンズ、ユニクロ、メイヒングラ、キオスク、ウタウなど数々のブランドを扱っています。中でもコンビニ部門ではファミリーマートを九州を中心に210店舗以上展開し、共同フランチャイザーとして全国トップの規模を誇ります。直接お客様と向き合う、物を売るという行為なので、お客様のことが一番分かるいいベストポジションにいるのかなというふうに思ってます。来ていただけるためにやっぱり接客とか笑顔とか挨拶とか、いかに魅力的な店舗作りをするかということがですね、リピーターにつながるんですよね。それを私どもが引き止めて、こういういい商品を置いてますよみたいな PR ができる空間だと思っていますので。ファミリーマート JR 吉塚駅店、博多区でも有数の売り上げを誇る店舗です。店長の石丸さん、いらっしゃいませ。学生時代から小売のアルバイトをしていて、この JR 九州リテールを選んだといいます。ちょっと商品が後ろ向いちゃってるのとかがあるので、これを前に向けてしっかり整えてみてください。ネパールのお客様がこのスニッカーズをよく買っていかれるんですけど、食べやすいから結構、外国人に人気がありまして、店長の仕事は店の経営資源である人、物、金の管理、いわばお店の経営者としての役割です。中でもスタッフを気にかける人材のマネジメントに特に力を入れているといいます。めっちゃいい店長で優しくて、でもいろいろ教えてくれています。店長とかって怖いイメージあるじゃないですか、それが全くないんですよなんかあったら相談できる、めっちゃ頼りになる店長です。ちょっと恥ずかしいですね初めて採用したスタッフさんが高校卒業したてで、アルバイト初めてですっていう方がなんかどんどん成長していく姿を見たりとか、この商品を売りたいからこういう売り場を作ろうって思って決めた売り場で物が売れた時とかにすごいやりがいというか実感をします。石丸さんに小売業の面白さを伺うと、マーケティングや売り場作りの工夫、またチームで成果を上げる喜びなどを語ってくれました。店の半径何メートルかで立地を分析して、自分のお店ではこれが売れるだろう売れないだろうっていうのを考えて、スタッフみんなで売り場を作って、でお客様に声かけをして、で売れた時に「うわすごいね、よく売れたね」って言って、なんかその時に一体感を一番感じます。博多名品蔵の店長稲田さん、この日は季節に合わせた売り場作りを行っていました。今がその新茶の季節ということもありまして、お茶の商品をメインにして陳列を行っております。季節感があるとお客様も目に留めやすいですし、ご自身にはもちろんなんですけど、例えばお渡しされる方にもその新茶の雰囲気を味わっていただけるので、こういった打ち出しを行っております。1日に40万人以上が訪れるという博多駅、多くの競合店がひしめく中で、どうすればお客様が手に取りたくなるか、商品のセレクトから陳列、ポップの配置に至るまで、店長として日々売り場作りの研究を重ねているといいます。一番は CS 理念である全てはお客様の感動のためにというところに一番共感をしています。現場でもお客様と常に会話をしながらやる接客業ではありますので、お客様がどうやったら喜んでいただけるか、どうやったらこのお店をまた選んでいただけるかというところに重きを置いて働いています。学生時代から小売や接客の仕事に興味があったという稲田さん、なんと入社2年目の時に新コンセプトのお店、九州プレミアムの立ち上げを任されたといいます。私たちの店舗は初めての新ブランドと新店舗ということで、最初お客様が全然来店されず結構悩んだ時期もあったんですけど、接客力の向上に努めたり、あとはSNS を活用させたり、スタッフ全員で尽力をしていました。その時のチャレンジが評価され、稲田さんは JR 九州リテールで行われた顧客満足度を表彰する CS 取り組み発表会において最優秀賞を受賞。また JR 九州グループ内でもその功績が高く評価されました。最優秀賞を受賞した時は本当にガッツポーズが出るような思いでした。お店にいた時になんか感謝することあっても感動するサービスってあんまり聞かないので、やっぱ感動するってなんだろうって思いながら、常に働いています。今後はその経験を得て、その店長たちに指導できるような、そんな役職に就けたらいいなというふうに思っています。お疲れ様です。こちらはスーパーバイザーの中上さん。お疲れ様です。スーパーバイザーとは、店作りや従業員の働く環境づくりなど、店長の店舗経営をサポートする仕事です。品数の方が少し少なく感じるので、この辺一本になっているところですね、後ろにもある方がボリュームのある売り場に見えるので、めっちゃ可愛いやん、このポップ。この感じで活かしたい、なるほど、派手にいこう。今では7店舗を統括しているという中上さん。店長時代、自分を支えてくれたスーパーバイザーの存在が働く楽しさに気づくきっかけになったといいます。スーパーバイザーの方から挨拶、周りに連れてってもらって、自分も助けてもらった分助けたいっていう気持ちが芽生えたのと、働いてる仲間がいるっていう安心感がとても強く芽生えました。 JR 九州リテールでは、すべての社員がまず現場の店舗を経験した上で、本社や管理部門に配属されていきます。現場を知っている上司が多いのも同社の特徴です。当社の社員というのは、必ず入社をしたら最初は現場で店舗で経験を積みます。なので、皆が同じですね、道をたどって同じ苦労を経験しているので、やっぱりこう誰かが困ってたりすると、もうすぐに声をかけたりとか、相談に乗ってくれたりとかですね、と思いやれる社員さんが非常に多いので、いい会社だなと思いながら、今も働いています。もう少しこういうことをやったらお店の売り上げが上がるんじゃないかとかですね、こういうことをやったら、みんながもっと働きやすくなるんじゃないかなっていう意見をみんなが持ってたら、それをどんどん横でも上でも話を上げていけば、それが実現できたりとか、それに実際携わらせてもらったりとかですね、意見を言いやすいですし、それを実現しやすい環境はあるのかなというふうには思います。やっぱりチャレンジしやすいかなとは思います。いろんなことをやりたいことをですね、私も最初入社してコンビニでまさかハンズをやってるっていうふうにちょっと思ってなかったですし、今会社自体もいろんなことをやってますので、何かやりたいことがあった時にチャレンジできる、いろんなことにチャレンジできる環境があるのかなと思いますね。コンビニからお土産、化粧品、雑貨など、同じ小売りの仕事といっても本当に幅広い仕事内容がありますので、そういったところも非常に面白いですし、本社の仕事にしても、店舗運営の仕事もあれば、経理部、総務部、経営企画部と現場を支える仕事もありますので、その部分においては非常に面白いところだなと思います。およそ150年前に始まった九州の鉄道、今や九州中へと広がったその鉄道網は、人々の生活になくてはならないものになっています。その積み上げてきた歴史の中で、流通・小売事業を展開する JR 九州リテール、最後に同社のこれからについて前田社長に伺いました。まだまだこれから新しいことをやりたいと思ってましたね。好奇心旺盛、アグレッシブ、何でもチャレンジしたい、こんな人が来たら面白いかなと思ってるんですけどね。やっぱり成長できる会社を目指していると思います。その時のコンセプトはやっぱり九州のトップクラスの総合小売業と言ってますね。安全、安心それから信頼でしょうね。やっぱり九州の会社なので地域密着、こういうことが全て揃っているという会社を目指していきたいですね。